気持ちいいのかしら。難しい決断だったが、是枝監督の作品は素晴らしい映画だった。また別の審査員は、私たち全員が恋に落ちたと思う。多くの映画が印象的だったし、長い長い議論があったが、是枝監督の作品には、仕事には深さや洗練さがあり、それが映画の美しさにつながったと語っていまして、ライバル作品と接戦の末、総合評価で